決して各社革命暴力集団中核派を許すことはできません。どうか良識ある今夜の市民の皆さん、駅前付近をご通行中の皆様に分かれましては、我々と共にこの中核派を福島から日本から叩き出すべく怒りの声を上げようではありませんか。この郡山市において3.11 のデモを行おうとしております。我々はそのようなデモに対する抗議の活動を今日行います。反原発福島講の講演集会を開催します。そして郡山駅までのデモ行進を計画しています。3時からデモ行進出発して、4時前ぐらいに最初のデモ隊がここに到着します。ぜひ皆さん、集会に参加していただきたい。デモに途中からでもいいので参加していただきたい、そういうふうに思います。今青森チラシ配っています。ぜひ皆さん 3.11 反原発福島行動 3.11 8年が過ぎるこの日を絶対に忘れないし、忘れさせないし、世界中に、そして次の世代に必ず伝えていくんだ、こういう集会をやりたいと思っています。こういう連中をやめさせないとダメなんですよね。警察は早くやめさせてください、改めて散々お前たちが黒木の被害を連れ返してんだよ、分かってんのか、福島はその住めない町になったとかね言ってたよな、農産物が食べられないとか、そういうデタラメなことばっか言ってんだよ。俺はどれだろう、農民だよ、福島公共の泣きそう原発、止めよう、改憲、戦争、やめたそれは早く、こういう連中の、これ演説してる中間からですね、暴力集団ですよ、テロ、そういう集団です、皆さん、騙されてはいけませんよ、最悪の暴力団、テロ集団ですからね、散々これまで、内田三民間で人を殺してきた、機動隊を殺してきた、そういう連中です。ぜひ皆さん、そうだよな、そうだろ、お前は中核派だろ、なんて言わないんだよ、ちゃんと。中核派って言ってくれよ、言わないのか、自分の正体も言えないような連中です。今ここでですね、演説してる連中は、最後の中核派の連中です。今日 3.11 などと称してですね、この郡山においてデモ行進を行おうとしております。彼らはこれまでどういうことを言ってきたか、福島はもう人が住めないんだとか、福島の子どもたちが甲状腺がんに発生して死んでしまうと、そういうことを散々のデタラメに言ってきた連中ですよ、これ、今福島で甲状腺がんで亡くなったような人一人もいませんよ、みんな健康ですよ。私たちもちゃんとね、福島で健康に住んでるんですよ、私は果樹農家ですけども、農産物食べられないそう言ってましたけど、ちゃんとマルシアに輸出して、震災以来の宿泊を上回る
生産を行っております。ご一緒に中華会に騙されないようにしてください。皆さん、このような中華会に騙されないようにしましょう。この反憲法を掲げる連中は、これは人殺しですよ。皆さん、人殺しの集団なんです。おい、人殺しは帰れ、人殺しは帰れ、集団のある人殺しは帰れ。お前ら参加三人ずかでも人を殺してきたよな、なんだ、ね、お子様なんとかというには40年間も人を殺して逃亡してきたよな。その逃亡資金は誰が出してきたんだ。お前ら中間もあったろうよ。おい、人殺し帰れよ早く、人殺し早く帰れ、ここで演説してる連中は中間側です。暴力集団です。人殺しです。皆さん、これ人殺しはこの今ですね、演説をしてます、我々はそれに対し抗議をしています。こういう暴力集団、それに対する抗議をしております。福島の皆さん、騙されてはいけませんよ。この連中に大田門が、はい、そういうふうな地域に向かって郡山駅に動く校中の皆様、ただいまですね、駅前で、演説をしているこの連中、中核派でございます。人殺し集団、中核派でございます。皆さん、人殺しの仲間になりたい人は、デモ行進でも、何でも参加してください。私たちはね、平和に行きたいんだと、そういう方々でね、でこんなね、デモ行進はね、ぶっ潰しましょうよ。皆さん、彼らはですね、今年も来るかどうか分かりませんけれどもね、関西ナマコンのね、のぼりを掲げております。関西ナマコンがね、何を主張しているか、北朝鮮のね、核武装、北朝鮮のミサイル発射をね、支援するって言ってるんですよ。こんな連中がね、今からね、デモ行進やるわけです。皆さんね、北朝鮮からね、ミサイルを発射する、その行為をね、支援しようっていうね、この連中がね、どういうわけかね、原発反対、原発反対、北朝鮮のね、原発に反対しろよ。だったら北朝鮮を潰してみろよ。北朝鮮にね、憲法9条ね、平和憲法制定してみろよ。そっからやれって言うんですよ。違いますよ。反対する中華側に反対するグループの人です。反原発運動のですね、連中は何を言ってきたか、福島はもう一発止めないが気になるんだ、そう言ってます。福島の農産物を食べちゃいけないんだ、そう言ってます。甲状腺がんが大量に発症して子供たちは全て死んでしまう、だから危険だから避難しなさい、避難しなさいと言ってます。今まで伊達市というところでですね、中核派は子供たちが危ない、危険だ、こういうふうに叫んでおります。しかし皆さん、この7年間を過ぎた今現在、今福島は人が住める町ですよ。皆さん、中核派の言うような人が住めない町になりましたか。みんな健康に住んでおります。そして福島の農産物、私は福島市で農業を営んでおります。私はリンゴとか桃を作っております、福島のリンゴと桃を皆さん食べても何ともないですよ。何ともないんです。こいつらだけが、福島の農産物食べちゃいけない、中学校の連中だけがそういうことを言っていました。お前たちはそういうことを言ってたんだよな。そして福島の女性は結婚できなくなる、こう言ってます。なぜなら危険児が生まれるからだ。危険児なんか一人も生まれていないぞ。お前は嘘ばかり言ってんじゃねえんだよ。ああ、子供たちが危ないとか、避難すべきだとか、今もそう言っております。福島に診療所などの住宅が作っております。もう今そんな診療所1日に2人が2人、1日に2人が3人訪れるのが精一杯なんです。こういうベトナム残骸、そして福島の人たちを不安に陥れるような中間の派のですね、こういう大戦艦というのはデモ行進、我々はちゃんと反対します。こういう連中を福島から追い出さなきゃならないんですよ。福島県住んでる、お前ら引き離しなのよ。大の3人とかで何人殺してきたんだ。
牛節だとかね、そういうことを言いながらうずけどやってきたよな。散々殺しやってきた連中なんです。これ今人類越して普通の顔して演説してますけども、こいつら人殺しですからね。皆さん今日散々殺してきた連中なんです。あの映像を撮ってこれ探してくださいよ。こういうふうにねお願いしますよ。こいつらの顔写真を全部探してください。これは人殺しの連中ですから。そうだよな、お前人殺しだったよな。分かってます？お前がそういう連中なんだよ。分かんないでしょ。もう何百、三百、四百、お前たちは福島が潰れ、人が潰れないと言ってきたよな。我々はこうやって東京に生きてるぞ。今何を言ってるかって言ったら、横中に言ってんじゃないよ。反原発だとか、結婚はできながら危険地が生まれてくる。一人の危険地が生まれていないよ、福島では。そういうことを言って、どうか僕は食べられなくなる。私はちゃんと農業の生命を辿ってるよ。そんなのお前たちに言ったことは間違ってんだよ。どういうわけ。以上です。日本からも東京からも福島からも地球からも出てけ、出てけ。軽水路が停止してからの福島第一の事故は停戦業だったのです。暴走して崩壊した黒煙ロス湖のチェルノブイリの光線量とは全然違いました。光線量のチェルノブイリでは30人が急性で死亡しました。軽線量の福島は一人も放射線で亡くなっていません。放射線要素の影響も光線量のチェルノブイリでは甲状腺がんで15人の子供が亡くなりました。しかしその1000分の1以下の低線量だった福島の子供たちの死亡リスクはゼロ。お母さんたち安心してください。福島県民の皆さん安心して暮らしてください。あれから8年の今、福島の線量は全く心配ないレベルにまで低下しています。県外の皆さん安心して福島県に来てください。福島産の農産物、海産物、放射線的に全く心配いりません。安心してください。先ほどですね、この駅前で、中華館の人間が、デマをですね、街頭戦でやってました。だから私は近づいてですね、もうデマをやめろ。お前ら人殺しじゃないか。こう言ったらですね、いろいろ言ってはいましたけど、結局は奴らはやめてですね、帰ってきました。本当に自分たちが自信があるならですね、堂々と自分たちが言っていることがデマじゃないんだと、本当のことを言ってるんだと、こういうふうに反論すればいいんですよね。しかしお前たちが言ってるのはデマだと、こう私が言うとですね、それに対しては何ら反応できない、反対できない。では私はなぜ、何をですね、肩にかけたのか、それからお話をさせてもらいます。反原発派の連中はですね、この原発災害が起きたときに、なんて言っていたか、もう人が、福島は人が住めない土地になってしまったんだと、こう言ってます。そして、農産物はもう食べられない、こう言ってます。中間川と中野いいですね、国会議員である山本太郎はですね、国会で福島のですね、野菜とかそういうものを、スロープをですね、出してたわけですけども、福島の農産物はですね、ベクレルというのかと、もうベクレルっていうね、そういう言葉にかけて、そういうようなことを言っていたわけであります。そして次に何て言ったか、福島の子供たちは、甲状腺がんを発症させて、やがてがんになってしまう、こういうふうに言っています。そして、福島県の女性は、もう結婚できないんだ、なぜならば、刑事が生まれる、そういう可能性があるんだ、こういうふうに言ってた。反原発派の人間はですね、こういうことを平然と言っておりました。さて皆さんどうでしょうか。今福島で
人が住めない年になった年ありますか？ない。我々は健康に今この福島で住んでおります。病気をしたこともありません。もちろんがんなどにかかっているわけでも何でもない。そして福島の子どもたち、十何年の子どもたちを対象にですね、甲状腺の調査をしやっております。十何年の中で調査して、その恐れですね、そういう異常が見られた人、全然発症したわけじゃないんですよ。甲状腺に異常が見られた人は27人というような発表がされました。この十何人を調べてですね、27人、この数字は実は福島はの子どもたち少ないんですよ。逆に全国の子どもたちも同じように調べてる。なんとですね、放射能の問題が問題にされている福島の子どもたちよりも高い確率で甲状腺の異常が発見された県もあるんです。ただこれはですね、どういう県だかというのはですね、今まで、公表はされていませんけれども、少なくとも福島よりも異常な子どもが見つかった、そういう県はですね、福島の人よりも高い数字ですよ。そういう人たちが見つかった県は、もう長けくらいになっている、こういう報道もされております。これはですね、チェルノブイリ事故で4年後、5年後にこういう子どもたちは甲状腺の異常を発してがんになる。これマスコミも書いてましたよね。毎日新聞、朝日新聞、こういうデタラメな記事をですね、当時たくさん上げてたんです。今どうなりました？もう7年過ぎたんですよ。7年、ようやく8年、ちょうど8年目です。彼らが言っていたこと、これ全て出まかせだったんですよ。左翼が言ってきたこと、これですね、間違いにはすみませんよ。これデマ、単なるデマじゃないんですよ。福島の子どもたちに対するですね、脅しだったんです。脅迫行為ですよ、脅迫。こういうことを単に言ってきた人たち、今日この前を通ります。で、どんな暮らしを通るんでしょうか。たくさん自分たちが嘘を言ってきた、そういうことをですね、何ら彼らが反省した、そういうことをですね、聞いたことがありません。本当にここですね、通る奴らは福島県民に対する差別主義者なんですよ。そうだ、我々に土下座してですね、謝ってほしい。そうだ、そういうふうに言うわざいません。それからですね、農産物の問題、実は私は農家です。果樹を栽培しています。桃のですね、出荷額は震災前の輸出量ですよ。東南アジアに対する桃の輸出量は震災前を突破しました。みんな安心して安全だ、そういうことで福島県産の桃をですね、台湾、マレーシア、シンガポールの人たちが食べてるんですよ。今のって危ないとかですね、危険だとか言っている、そういうのは最悪ばっかり、最悪だけなんですよ。日本の、福島のですね、米は日本一安全です。なぜならば全て検査してるんですよ、一本ずつ。これほど安全な米はありません。これもね、危険だとかですね、そういうことを言って手間がせ、デタラメばっかり言ってる、こういう連中を断固としてですね、我々が糾弾していかなくてはならない、こういうふうに思っております。今のってデマを飛ばしているのがいるんですよ、皆さん。今のって、先ほどの弁士もですね、お話ししていた芸能人ね、これね、なんと立憲民主党ですね、今年
岩にするって言うんです。とんでもない。放射能に侵されて子供たちがですね、甲状腺がんになって、そういう出任せを言っている芸能人、これがですね、立憲民主党の正式な候補者としてですね、擁立されました。もうふざけと言いたりしろと、もう言いたいですよね、皆さん。神田音、ね、それから枝野、あの二人が、あの時に一体何をしたのか、相馬にですね、天皇陛下がやってこられます。普段の服ですよ、普段着で。なんと神田音、枝野も、あいつはどんな格好してきたか、皆さんもまだ記憶に新しいと思います。とんでもないですね、宇宙服みたいにしてきたんですね。放射能がですね、あの体に触れると危険だから、アメリカから輸入してですね、アメリカから取ってきた、そういう動物だったんです。我々は、その時にですね、相馬よりも、私は福島ですけども、相馬よりも高い放射能の数値だ。相馬の人たちもですね、普段着ですよ。それなのに、体はですね、仰々しい放射能防護服を着ながら、たったですね、何分かで帰ってしまいます。一体体がですね、あの時に何をしたのか、ここでもう一度よく検証してみたいと思います。チェルノブイリの、あの原発のですね、この事故の調査委員会ができます。その時に日本から代表委員として参加したのは科学者の方です。この方がですね、私は農家なんで、私のですね、農地をこの場所に貸していたんです。この農地を借りて、この科学者の先生、皆さんって言うんですけども、この方はですね、野菜とかそういうものを作って、放射能の影響がどれほどあるのかをですね、調査をしています。その先生が、福島の原発をですね、チェルノブイリの担当と意思しかない。全く安全なんだ、と言っています。当時ですね、我々が子供の頃、私は今57歳になりましたけれども、小学校の3年生か、その頃ですね、その頃、東京オリンピックがありました。その東京オリンピックに嫌がらせをするために、当時の中共、中国です。これはですね、大気圏内において原爆実験を繰り返して、その原爆実験の放射能が日本に降り注いでいた。福島だけじゃないですよ。日本列島すべてに放射能が降り注いでいます。我々の子供の頃はですね、外に出ると雨が降っているときは帽子をかぶりなさい、ね、家に入って外には出ないようにと言われていた。なぜならば当時は福島のこの放射能の60倍の以上のですね、放射性物質が降り注いでいました。これは事実、これは気象庁にそのデータがあったんです。私はその事実を科学者から聞いて、実際に気象庁に行って、この事実を確かめます。この事実はですね、その後、私はブログで公表し、朝日新聞が、なんとか公表したんですね。そこでちょっと不思議な話ですけども、朝日新聞は正直にこれを公表します。当時は、この福島に降り注いだ、放射線量の60倍もの放射線量が降り注いでいる。だから当時のですね、全国の小学生は尿検査をすると全てセシウムが含まれていた。福島原発事故以来ですね、尿検査をしてセシウムが発見された小学生は一人はいません。
もしいたらですね、新聞のトップ記事で大騒ぎになっています。全てのがですね、大げさだった、やる必要のないですね、除雪とかそういうものをした、原発が危険で危ない、なんてそういうことを言ったのか。これは神田音がですね、当時原発を稼働停止しました、させました。つまり彼らもともと反原発だ、だからどうしても原発を止めたかった、だから危険でもない福島の地方ですね、大げさに科学者は何ともない、心配ないとこう言い続けていたにもかかわらず、当時の政府、神田音、枝野、そして朝日新聞が毎日新聞、そういう人たちがですね、こう書き続けてきたんです。そして日本共産党です。日本共産党はですね、福島においても危ないから避難すべきだ、こういうふうに煽ってですね、当時福島から避難した人たちに対してですね、お金を政府から自治体からですね、お金を出す制度を作ったんですよ。皆さん、我々はこの福島の地にとどまって、自分とですね、子供たちを立派に育てられた、そういうお母さん、お父さんにもそうお金をあげる時はなかったんですか。なんて口を使って、ね、大阪とか遠くに行った人たちに、しかも日本共産党にですよ、これだと。なんでそういう連中に貴重な税金を払う必要があったのか。こういうことに対するですね、検証が何一つなされていません。よって我々はですね、この反原発案を嘘、そこ、こういうものを徹底的にですね、この、その、に参加している中核案を含めてですね、こういう最悪の出番を言いに対しては、なんと戦っていかなければならない、そういうふうに思っております。それで、まあ、私の演説は終わります。